この番組は人間であるがゆえに渦巻く欲、その欲に正直になり我慢などクソくらえ、そんな番組です。欲望の時スタート。まあ、タカラちゃんにまず質問したいんですけど、デビューのきっかけって何なんですか？そもそも OL をもともとやってまして、コロナになって妹、うん、ああそうか、そうちにいる機会が増えて、もともと OL もなりたくてなったわけじゃないので、あ、そう、もう流れて仕事しなきゃみたいな、つまんないなと思いながらやってて、もう仕事辞めようと思って、でもともと女優さんになりたいなっていうのもあったから。あ、そうなんだ。それいつ頃からその女優さんになりたいなみたいなの思ったの？大学生の時。え、それなんかあんのきっかけ？誰かに憧れてとか、こっちが好きでとか。めっちゃ好きです。もう一回言ってもらって。何が好きだったの？エッチが好きです。エッチが好きだったの？あ、そうなんだ。はいはいはい。で、じゃあ自分で応募、今の事務所に。そうです。で、応募して、いざ撮影決まりましたときにバイクに引かれるっていう。そうなんですよ。ある意味持ってますね。エピソードトークとしてはね、いいよね。え、しずくちゃんはデビューのきっかけは？コロナですね。あ、二人ともコロナ。コンサートとかもだいぶ減ったので、なんかバックダンサーの仕事もなくなっちゃって、はいはいはい。で、その時にどうしようかなって思ってて、そしたら、その時のセフレが、私もともと潮吹きが結構出るタイプだったんですけど、AV 女優とか、そういうお仕事やったらいいんじゃないって。あ、そのもうセフレが潮に対してそのアドバイスくれた。え、ちなみにどんぐらい潮出るの？結構出ます。どんぐらい吹けるもんなの？なんか現場だとカメラがいっぱいあるじゃないですか、で、私が出ちゃうっていうと、みんなが逃げるくらいには出ます。え、すごい。噴水。あ、そんなに出んの？え、塩ってなんでやっぱ気持ちいいと出るの？なんかポイントがあるかも。気持ちいいポイントを押してると出るかもしれない。そのポイント教えてほしいわ。私は、のなので、お腹側を G スポットをガンガンつく感じで、あ、それを一定のリズムで、はい、これくらいで、はい、これくらいでいけば、はい、出ます。なるほどね。はい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 。すごいね。そのセフレに感謝だね。そうですね、感謝でした。なるほどなるほど。じゃあ続いてなんですけども、え、じゃあタカラちゃんの初体験を知りたいんですけど、はい、初体験は？初体験、高校2年生。高校2年生、まあまあまあ普通の年齢ですね、お相手は彼氏と。その当時、彼氏、どこでやったんですか？わかりろ。え？外だったんですよ。え、来れない。私の家の近くに小学校があって、夜行って渡り廊下座って。え、なんで渡り廊下でやろうってなったの？そもそも話してるうちにそういう流れになって。え、興奮した？やっぱ外。え、しました。気持ちよかった？ちなみに。あ、気持ちよかったです。あ、気持ちよかったパターンの人が、結構みんなさ、痛いとかさ、はい、まあ、あんまり覚えてないみたいな多いんだけど、気持ちよかった。え、ちなみに2回目も渡り廊下だったりする？部屋の教室の裏。いや、違う変態だな。すごいな。そうですか。ほら、やっぱね、清楚系の人って意外となのよ。やってますね。やってんねん。なるほどですね。続いては質問なんですけども、デビューする前の付き合った人数。本当に？そう、なんかピュアな感じ。どっちかだと思う。セフレなんだったらめちゃくちゃ付き合いまくってやってんのか、本当に一人なのかみたいな。え、なんかそんなにピュアな設定みたいな感じで。本当にそのピアノ教室の彼氏。あ、そうなの。え、じゃあその彼氏さんとはどんぐらい付き合ってたの？大学卒業する前まで長かった。おー、はい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 。え、しずくちゃんは？私は一人です。本当にじゃあもう普通に付き合わずにやりまくってる感じ。ちなみにどのぐらいの人数？覚えてないんですよ。おー、いいよ。わかんない。本来そうなのよ。本来は。そう。え、3桁は？いってんじゃないですか。わ、いいね。わかんないですけど。え、ちなみにどういったところで出会う？アプリ。アプリと、そうですね。あとはもうクラブ。クラブとか。相席屋とかも行くんだ。相席屋ってさ、何、結構出会いの？
酔っ払った時のノリと会えば、ちなみにさ、酔ってる時にどんなこと言われたらついてっちゃう？なんかあの性癖の話とかになるじゃないですか、酔っ払ってる。あ、まあ、ちょっと下ネタみたいな。やるね、下トーク。なんかそんな感じの流れで、なんか性癖が合うなとか。うんうん、ちなみにどんな性癖をお持ちで？私はあの一番ついていっちゃうのが、うん、首絞めが好きな人。ああ、いや、多いな。首絞めが好きな、まあ多いよね、でも女の子、首絞め。え、何がいいの、首絞め。このサイドの血管をグッと締めると、うん、結構ポヤポヤって、あ、酸素が入ってこなくなって、はいはい、うん、で、それで、なんかちょっと自分で前に体重をかけると、あ、私圧かかるわ。はい、自分で落ちるところまでいけちゃうんです。その、なんかふわってしてる感じが気持ちいい。はい、落ちた、あと、もう気持ちいい。あ、落ちちゃうんだ、それで、うん、怖い怖い怖い。そうなの、なるほどね。首絞めか、落ちるのはちょっと怖いな。ちょっと怖いですね、惹かれちゃうんです。怖い怖い。ここが合えば結構じゃあ、ド M 気質なとこがあんのかな。そうだと得意なプレイみたいな、こういうのをするのが得意みたいな、うん、ある。例えば、めちゃくちゃ私が得意とか、舐めの超うまいとか。あ、舐めるの得意です。わ、大事、うん、大事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 。どんな感じだ。あの、男性がを出してるポーズがまず好きなんですよ。あー、うん、まあ、分かるわ。うん、俺はあのこの間の京都でテレビ読んでやってた。なんかパッカーンみたいな、はい、なんかあ、こっちこっちタイプ。はい、まずそれ。あー、周知してるね、はい、うんうん、恥ずかしくないのかなっていうところから、なんかまずサイドから、もうお尻の方から舐めていって、最後聞くの方まで。あ、最高ですね。なるほどなるほど。いや、男はね、やっぱね、何だかんだ言ってもね、好きなのよ。みんな恥ずかしがって言わないから、俺は声を大にしてみたい。男はアナが好きなんです。それだけかな。なるほどね。だからちゃんは、なんか褒められたりすることがあるよ。舐めるのは、うん、褒めてもらったことはある。どっち、それは〇の方、あ、〇の方、乳首の方。どんな舐め方するの？普通だと思いますよ。ほんとちょっとあのエアみたいな感じをできます。せっかくなんで、じゃあなんか、じゃあこれが、これ実際舐めなくていいからね、これを棒に見立ててちょっとみたいな感じしてって言ったら、本当にこうペン舐めたとか言って、ダメ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 。だと思ってね。顔があって、お願いします。何で？回っちゃうんですよね。あー、この先端とか、うん、回しながら、回しちゃって、回しちゃって奥まで、回して奥まで行っちゃうんだ。言われた、回して、回すから、よだれ一発しちゃう。そういう感じ。あ、大丈夫だこれ。すっごい、ありがとうございます。すいません、癖出ちゃうんだよね、ちょいちょい。気にしないでね、今日発作だと思って。え、しずきちゃんはどんなます？でも、あの、どこが気持ちいいか探しながら飲むと、聞いてあげるタイプだ。だからヒアリング系ね。あ、なんかちょっと根元を持ってると、うん、気持ちいいところを舐めた時にピクってしたりとか、なんか血流の感じがわかるじゃないですか。うんうん、脈打つとこ。はい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 、なんかそれを探しながらいろんなところを舐めていって、うん、こんな好きかなって思ってます。カウンセリングに近いな。なるほど、そういう感じでしていくんだ。はい、なるほどですね。はい、ということでね、まあ、お二人にいろいろ聞いたんですけどもね、まあ、意外となんかおっとりしてそうで、まあ、すごい分散な場所でやってたりとか、まあ、まあ予想通りじゃないですけどね、まあ、やっぱりピッチで、ね、食った相手の男の数も覚えてないっていうのも素晴らしいね。パリピ系女子ということで、はい、お話伺ったんですけども、続いてはお二人にあの iTunes カード1万円分をかけて、あの対決をしていただきたいんですよね。で、これ勝った方に iTunes カード1万円分をこれガチで贈呈します。ただ負けたら罰ゲームがあります。で、罰ゲームはあの後で発表するんで、まあ、何があるかね、ちょっとドキドキしながら待ってほしいんですけど、まあ、まずね、あのゲームの準備の方をしたいと思うんで、お着替えの方していきましょう。はい、どうも、ミセスです。クイーンカジノさんが無料ゲームを始めました。その名もクイーンカジ無料版。皆さんぜひサイトをチェックしてね。
Yoshi Wiser. Mix.